獣フリーオレゴン、真実は人を解き放つ。この大地は俺たちへの贈り物だ。ふさわしいと思うやり方で自分や家族のためにそれを使う。贈り主は俺じゃなくて神だ。だがそれじゃ満足できない連中がいた。そういう奴らは燃料が不足すると価格を吊り上げ力をつけてった。俺たちがダムを作って発電したくても連中は鮭の生育環境を優先しやがったんだ。俺たちが家を建てるのに木材が必要でも連中は林業よりフクロウの巣を守ることを選んだ。政府の奴らが巣穴に逃げ込んでくれたおかげで俺たちはようやく自分のものを自分の好きなように使えるようになったってわけだ。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。知らねえのか、近頃燃料の価格はうんと下がっ、狼だ。よし、晩飯だ。やったぞ。よし、もらった。そろそろ弾がやばいな。おら、あったぞ。あとはこいつを捌くと。
いいぞ。よし、ガソリンだ。いいだろう。少しいじってみるか。